今日は6月の10日です。お昼に山形を出発して、今は6時、夕方6時に、こちら福岡に着きました。お家に着きました。はい、何にもありません。何にもないんです。この前の動画と同じ状態ですね。で、今日はこんな感じで、めっちゃにも、もうなんか、超過失踪具と、もうリュックパンパンとっていう感じです。これから、一応7時指定で荷物が届く予定なんだけど、あと明日と土日、12、13で、いろいろやっていく予定なので、本当に何もまだないですし、ベッドがこちらですね。ベッドが来るのが12日なので、それまで、このエアーベッドって言うんですけど、今日の夜と11日の夜と2日間寝ようと思います。掛け布団もないんだよね。今日掛け布団来るんだっけかな？でも、めっちゃ暑い。早くエアコンがないと死んじゃうから、とりあえずここの寝室はエアコンあるからここで暮らすって感じかな。お腹が空きまくってホットマットでホットマットのウーバーイーツをしてしまいました。特盛り弁当、特盛り弁当を食べます。バーイ。一人暮らしだとなんかこういうのできるのかな、 ASMR みたいな。食べるぜ。まあ、明日、明後日届けてほしかった、届けてくださいってさっき電話した気がするのに今日来ちゃって、しかも大和と佐川さんも今一緒来ちゃって、見てこの状態。玄関から出られない。玄関から出られなくなっちゃって、もうちょっととりあえずあのちっちゃいのくらいどかして通れる道を作らないと大変だ。頑張るぞ。頑張れ、まこ。頑張れ。中のものを少しずつ取り出して運んでいく。めちゃくちゃ焦ってるけど、冷静になりながらどうしたら出れるかめっちゃ考えてる。マジで明日の朝までここで過ごすことになるのかってめっちゃ思ってた。
やもう傷もつけちゃいけないし段差はちょっと上がれないしで本当にね本当にこの時はね困ったさんでした。荷物は全部開けて、うーん、なんかこの辺とかに収納できるものは収納したけど、まだそういうなんかこう棚みたいなのもないので、それも準備していかなきゃいけないです。とりあえずもう10時半くらいに今なってるので、今日はもうお風呂に入って明日が撮影あるので寝ます。ちなみにお風呂、まだシャワーチェア買って家から送ったんですけど、届くのは明日だけかなになるので、今日は何もなし で湯船も掃除してないので、洗剤とかもないので、今日湯船に入らずに下に地べたに何もマットは引いてないけど、調剤のまんま入ってさささっと入って、お尻を痛めつけないようにね入って寝ようと思います。はい、1日目引っ越し初日、本当の引っ越し初日、とりあえず今日は終了です。ありがとうございました。